どうもこんにちは、こんばんは、山田です。さあ、新イベントの周年祭りの情報出ましたね。マジで。いやー、きついなー。はい、まあ、ミッションクリアして抽選券を獲得し、抽選に参加しましょう。抽選では、純技コア、マサヤンのかけらなどの豪華報酬を獲得チャンス。抽選の累積参加回数に応じて、サバイバー覚醒コアなどの報酬も獲得できます。っていう感じの、まあ、抽選のイベントですね。はい、じゃあ見ていきましょうかね。よいしょ。まあ、セール品はおそらく買わないかも、もしかしたら買うかもしれないんですけど、多分今んとこ買う予定はないです。うん、まあ神技コア、マスターヤンのかけら、衣装ですかね。うん、衣装を優先すべきか。まあ衣装は取りたいですね。あと神技コアかなと思います、僕は。まああとはね、一応抽選チケットの累計使用回数で神技覚醒コアか、覚醒コアもゲットできるっぽいんで、まあそれの数にも応じてね、ジェムと交換はするかなと思いますけども、これ多分高いよね、ジェムと交換のやつ。チケット1枚多分300とかいくんじゃないかな、300か200か、そんぐらいな気がしますね。ちょっと高い感じがする、僕の中では。まあか、それか周年だからちょっと安くなってるかもしんないけど、多分このゲームはそういうこと多分しないと思うから、多分高い気がします。まあ S 級はそんなにいらないと僕は思います。まあ僕はっていうか、僕自体がまあもう正直 S 級の箱多分これからもどんどん増えていくだろうし、現在で今36、7個ぐらい持ってるから、いえ、それよりはね、覚醒コア、神技コアゲットしたいんで、この右のね、神技コアのやつ取りに行きたいなと思います。まああとは抽選券がどんだけもらえるかって感じだけど、このミッション見るになんかそんなもらえなさそうな感じしますけどね。まあ ABC 賞はまあ取っといてって感じかな。まあ神技コアに関しては ABC 賞まあ、残して、まあ、他ポイントに交換するでもいい気がしますけどね。まあ、基本下からのやつは全部もうポイント交換でいいと思うんで、でまあ、ポイントで交換して、まあそうだね、神技コアを取りに行って、でまあ、いらんやつ全部ポイントにして、まあ、ポイントで衣装をゲットするっていうやり方でもいいのかな。ただ衣装をゲット、どうなんでしょうかね。いや、僕このイベントね、あんま好きではないんですよね。みんな神部神部って言ってるんですけど、僕はね神部だと思ってないんですよ。もう思ってないか、僕がね多分やり方下手くそなんだと思うんですけど、これどうやってやってるのがいいのって感じ、わかんないんですよね。僕このイベントの進め方って言ったらいいかな。我慢して我慢して、まあ A 賞とかラスト賞は絶対残ってるんで、 A 賞が残ってる段階でまあ少ない時にまあ一気にバッてチケットを使って、まあ、A 賞とラスト賞をゲットするっていうのが多分セオリーだと思うんですけど、その状況になかなかならないんですよね。しかも僕仕事中はね、基本携帯いじらない人なんで、そうなっちゃうとね、まあちょっとね、きついっていうかね、まあいつの間にか、あれ狙ってたやつがもう消えてるとかね、あとはもうほんと、もう少し待ったら、もうちょっとなんかチケット枚数減らして全部ゲットできるかなって思ったら、なんかもう次の瞬間には全部もう、全部解放ボタンを先に誰かに押されてて、全部消えてるみたいなね、っていうパターンもあるんで、まあほんと、タイミングですよね。タイミングともうどこまでをボーダーラインにするかですよね。まあジェムね、一応また20万ぐらいあるから、まあまあぶっ込んでもいいんですけど、一応その後のね、神経衰弱もあるから、まあ10万ジェムぐらい突っ込むかな、わかんないですけど。ただこれをね、やりすぎてもなんかあんま良くない気するんですよね。これはもう本当に。まあ運とね、タイミングゲーなんで、よく見てって感じですね。よく見て。もう都度見てやっていきましょう、このイベントは。いやー、まあ来る、なんかそんな気してたんですよね、僕は。なんか1周年のやつそのまま2周年で来そうだなーみたいな、なんかそんな気してたけど、いや、まさか本当に来るとは思わなかったなー。まあ神技コアと覚醒コアはゲットできそうなんで、まあ、頑張ろうかなとは思います。ちょっとね、みんな神部って言ってる人はこれやり方ぜひ教えてほしいですね。まあ教えちゃったら自分が取れる分が減っちゃうから教えてくれないと思うけど。
はい、まあ、ぜひね、もしよかったら教えてください。もうほんと僕よくわかんないんですよね、このイベント。どうやって進めていいかわかんないんですよね。はい、まあ、というわけでしっかりね、ジェム貯蔵しておきましょう。というわけでご視聴ありがとうございました。それじゃあ。